オーディブルを使ってみた。Amazon の聞く本。雑談をしていると、彼はいつもの自慢話をさも新しそうに繰り返した後で、我輩に向かって下のごとく質問した。おめえは今までにネズミを何匹取ったことか。知識は黒よりもよほど発達しているつもりだが、腕力という人に至っては、到底黒の比較にはならないと。いや、ならないと覚悟していたもの。この子に接した時はさすがに決まりないことはなかった。けれども、事実は事実で、偽りだけにはいかないから、我輩は、実は取ろう取ろうと思ってまだ取らないと答え、黒は彼の鼻の先からピンと突っ張って長いひげを耳にくくらせて、非常に笑った。あった。元来、黒は自慢をするだけに、どこか足りないところがあって、彼の機嫌を感心したように、喉をコロコロ鳴らして緊張。